皆さんこんばんは。は？え？え？ねえ。え？俺はね、レイジがね、サギモヤシってことがすごい気になるの。サギモヤシですか？みんなレイジってサギモヤシって呼ばれてるんだよ。なんでかわかりますか？なんで？写真と実際の顔が詐欺みたいに違いすぎてえ、なに撮る角度？撮る角度大事です。ちょっと、ちょっとやってみてよ。この45度くらいから。ももきはサングラスが斜め45度で、リエジは携帯が上斜め45度ちょっとみんなに教えてくれ。詐欺写メの撮り方。詐欺写メの撮り方は僕は難しいです。このアプリ、アプリ何それ？ビューティープラスです。見えない。それをスクショして。あ、それ知ってる。目とかでかくなるやつですか？そうです。絶対怖いよ、それ。動物にもやってくる。やばっ。この45度から横向かな、わからんかも、そんな横。この辺からえらい美白になるな、これ何これ。目の大きさとかも、目の黒いとかも。は？目の大きさも変えるの？変えます。なにこれ。リボーアクターのスタイル。なにこのスタギみたいなアプリ。オサビーさん真っ白っすよ。これは俺真っ白になったぞ、これ。ちょ、レイジの自信作。自信作ちょっと載せますか。じゃあレイジの自信作ちょっとこちら。ちなみにレイジの自信作なにニコニコなの。アイちゃん言ったって。ちょっとそうね、ちょ待って、ちょっと待って、見せてあげるか。うなちゃんのリボーアクターを。まえってあ、間違えた。旅行想像したら閉じちゃった。このマシュマロうまいね。誰かがうちに忘れてったやつスルメかと思って行こうとしたらスルメじゃねえ。分かっちゃって。もうこうやって何やってかしてる。シャララーじゃねえよ、もう。なんだこの酒じゃねえ。どうなってんのこれ。いかんすね、最近の携帯は。いや、お前の顔いかんのよ。この詐欺、詐欺もやし。これ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 、同じ写真だよ。おぉ、猫も変わるんだやば。全く同じ写真だよ、それ。やばやば、猫も。なにこれ。うなさぎだ、これ。うなさぎだ。うなさぎだ、これ。なんだこれ。うなさぎだ。そう、ビューティープラスで編集して。これダメだろ。ダメだろ。うわうわ、こんな可愛くねえし、ちょっと猫こんな可愛くねえし。いや、マシュマロにハマってきた。マシュマロ食べる？いただきます。これどれですかね、送ったの。チョコマシュマロ32本入り誰がこれ買ってきたの勝手に食っとるし、もう同じ角度で普通のカメラとそのビューティーなんとかで撮り比べてよ。あ、いいっすよ。ブルーじゃねえよ。これと全然違いますから。肌めっちゃ綺麗になるね、これ。はい。何これ。あいちゃら詐欺っすね。うわ、やば。何これ。こんなことがあっていいの。いかんっすね。この間レイジ何とかする。これで女の子が引っかかるとか言っとったよ、なんか。ねえ、あいちゃら言っとったよね。女の子が引っかかるとか、なんかね、わけわからん発言しとったね。がっかりするパターンだから、逆に合わない方がいいよ。あー、なんだこのもやし。姿勢の悪いものを乗せて実際に会ってかっこいい方が、さら全然いいじゃんってなる。あ、そうそう、確かにそっちの方がわかる。写真ばっか下げったってね、実際どうでもないよ。ちょっと俺の話を。どうってあるの。あ、これだ。どうってあるの。今ちょっとカメラ押して、ちなみにここ押せば、音量ボタン押せばカシッとシャッター降りる。音量ボタン、どの角度、どういう風。なんか教えてもらっとる俺。この辺ですかね。ちょっと待って、ちょっと。なんか、あ、なんか真っ白なの顔が。こういうもんなの。そういうもんですよ、俺も真っ白っすよ。ちょっとヘアが乱れるでか、ヘアが。何笑ってんの、何笑ってんの、人のヘアで。いやいやいや、
エムズムービーをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。トルちゃんだよ。アスミだよ。いつも見てくださってありがとうございます。ありがとう。僕らはまた僕はじめ、オサピーはじめ、アイちゃん、あと、ね、他にもメンバーいっぱいいますんで。いっぱいいます。みんなで仲良くいろんな動画を作っていきますんで、どうぞ。今登録してる方はいっぱい見てもらって、うん、でこれから初めて見た方はこれから登録してもらって、どうぞ僕らをよろしくお願いします。なんか店員さんみたいですね。まあということなので、皆さんよかったらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。リクエストなどもあればね、答えていきたいと思いますので、ぜひぜひリクエストなどしてください。はい、はい、なのでこれからもムズムービーよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。はい。